丹野さんのサロンシャイニングに来ました。今日は受けます。はい、こんにちは。こんにちは。広いですね。まあそうですね、はい、広々とゆったりと作りました、はいはい、全部青なんですね。そうですね。ここです。はい、すごい広いの。分かるかな、これすごいですよね。この広さも撮ってる店ってそうないんじゃないですか。ないんじゃないですか ね。まあ、6畳よりは広いと思います。はい、8畳ぐらいかな。時間とかどうします？何分ぐらいで。そうだな、2時間は受けれたらと思ってたんですけど、はい、はい、まあ、丹野さんのご都合とか私の体を見ていただいて、今なんかね、昨日ね、はい、足がだるかったっす、すごい、はい、あとでも足がだるいの割とちょくちょくあって、なんか腰も最近ちょっと痛いよね。これこっちはこうだけど、こっちはなんか被ってるのとかなんかあります？もうそれはたまたまです。たまたま。でもね、結構こういうので歪みとかでこういうの出たりするんですよ。足のそのはなんか、あ、それはそうでしょうね。ただもうもしかしたら、廃盤で売ってないかも。ニトリで売ってるんですか。ニトリですよ。これいいですね。いいですよね。よく見つけましたね。整体ショップじゃないんです。これはい、普通にニトリで。買いたいな。店舗で、ライン、オンラインですか。いや、店舗で。欲しい。よく見つけましたね。枕コーナーに普通に売ってましたよ。探してたわけじゃなくて偶然見つけた。いや、もう最初から探しに行きました。足枕ないかなと。ああ、そうなんですね。このぐらいの感じの方が収まりがいいですね。受けるのどのぐらいぶりですか。あ、結構久しぶりですよ。だってどうだろう、もう半年ぶりとかじゃないですか。あ、去年そう、田野さんにそれこそやってもらってるだけ最後じゃないかな。今施術の方はどうなんですか。普通にもう入るようになりました。今忙しくなってきました。だから、気持ちいいですね。はい、こうやってやってもらってると、なんか首も気になってくると思う。全部気になりますよね、やってもらうと。そうですね、なんかこっちをほぐしてもらうとそっちが気になるみたいなのがありますね。よくありますよね、お客さんでも。はい、なんか触ってないところが痛み出したとか。ああ、そうなんですね。ほぐれることによって変化が起こってきますよね。まあそれまでだから、うん、痛いと感じてなかったところをほぐされるとこう痛いと感じるようになったとか。そうそうそう、だから隠れてたサインがね、現れてくるっていうか、気づくことができるとか、うん、そうですね。大体もう1番2番ぐらいに気になるところしか気にならないですからね。まあそうですね、全部は情報がキャッチできないですからね。だんだん時間が経つともうなんか慣れちゃうのもあるし、生まれてみるとそんなところ取ってたんだみたいな、多いですね。そうですね。ほぐすことによって硬くなってくる部位とかもあったりしますよね。まあなんでしょうね、反射みたいな感じで。そうそうそう、なんか肩が最初凝ってなかったけど、背中ほぐすうちに肩が凝ってきたみたいな。凝ってきたっていうか、表面に出てきたっていうんですかね。深部に入っちゃってたやつが表面に現れるっていうか。ふくらはぎなんかは本当にその、うん、揉むことによって硬くなることもありますからね。あの要はあれですよね、弾力がもうないような、なんかペシャーってしちゃってたのが、はい、まあちょっとなんかもっと悪い状態なんですよね。その要は力がなくなってるっていうか、変に柔らかいみたいになっていく方が。
病医学だとなんか実と虚で、はい、いわゆるなんか実は張りがある状態で虚はなんかくぼんでるっていうか、はい、うつろになってる状態なんですけど、はい、実を通り越すと虚になっちゃって、はい、虚の方が立ちが悪いっていうのが、はいはい、あるんですよね。初めて聞きました、ね、あ、そうなんですか。あんまりその東洋医学わかんないから。あ、そうなんですね。からその虚の状態の施術症ごとによって実になって、で実が良くなってくると今度は中庸になるんで、その中庸がいい状態なので、はい、っていう、はい、まあ、ニュートラルみたいな。そうなんか実とか庸とかっていうといい言葉のような感じするけど、まあそれも行き過ぎたりとかね、バランスですから、ね、悪いですからね、そうなってペーパー見ましたよ。はい。口コミ全部5つ星でしたね。そうっすね。すごいですね。今のところ。よかったですね。はい。まあ、もっと書いてほしいんですけどね。本当は。結構反応はいいですよ。やっぱりしっかり揉んでほしいっていう人がお客さん多いですね。そこが売りですもんね。逆にその弱もみがいいっていう人は来ないんで、うん、そこをちゃんと伝えてね、いやできてそれに集まってきてるから、うん、まあ基本的には外れはないはずですよね。そうですね、最初から好きそうな人を選んでますからね、うんうんうん、この辺ちょっとね硬いんですね。そこ痛いよ。でもそこの辺がだるさの震源地だ気がする。はい。その背中はそんな抵抗なかったけど、手をぬるぬるで張ってで。包まれるのがすごく嫌だったらしいんですよね。はい、ああ、もうそれ抵抗あるって言いますよね。多分女の人なら良かったんだけどって言ってました。だから俺もそれがあるから、うん、男の人に手は触られたくない。なんで俺夜中にこの個室で男に手にいられてんだろうっていう、なんかそれが気持ち悪かったらしいです。そうそうそう、俺もそんな感じです。はい、あのでも男の手を揉むっていう方に回ると全然不快感がない。あ、全然気にならない。やる側は大丈夫。やる側は全然大丈夫。あ、だから痛い超軽いですよ。痛いよ。結構グッてきてる感じします。触ってるだけ。本当に本当に。いや、そりゃ嘘でしょ。本当に本当。圧を感じて痛いんですけど。いや、全くですね。刺さってますよ。全くです。痛いですよ。本当に。ええー。じゃあこれは。それぐらいならまあそうだ、うん、大丈夫です。今まあ中指で押してるぐらいの感じです。あ、本当ですか。本当。そ
それでもちゃんともう十分って感じです。うわー響く痛い。
にこのぐらい悶絶する人は普通にいますよ。足バタバタするとか、はい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 、手をバタバタさせるとか。そういう興味が好きな人でもいますいます。あ、そうなんだ。やっぱりその、まあ、強みっていうかしっかりほぐしてほしいっていう感じですかね。その触られただけだと、はい、やっぱり芯が残っちゃうんで、はいはいはい、そこはしっかり取ってほしいから、はいはいまあ、ある程度我慢しますよと、はいはいはい。お客さん多くて、はい、やっぱり他ではこうさすられたぐらいにしか感じないみたいな。あ、だから強みはちょっと怖いから揉みほぐしコース受けるけど、はいはい、まあ、しっかりほぐしてほしいですみたいな感じですね、はいはいはい、だからこういうとこ結構入れてほしい方多いです。右足の方が俺は張ってるなとは感じます、はい、こういうところが、ね、うん、この辺ですかね。確かに、されるとそうですね。むくみとか、うん、かなあ。その辺ですね、下の方の、あ、それだ、痛い、はい、あ、そこら辺痛いですね。
この指先のあれだけで凝り捉えてたら痛いじゃないですか。まあそうですね。そうそうそう、足なんてそんなとこばっかだよって思うんですけど、多分受けたことない人とかは、はい、まあ、なんでそんな大げさに痛がってんだろうとか、そんなわけないとか思うんでしょうね。痛い。この辺ですね、やっぱり。そうですね。そこなんかすごい良くない気がする。あ、そうだ、なんかカイロやってもらおうと思ったのに全然やってないですね。すいません。ちょっと違うけど、また違うと思いますね。だるさってありますよね。あります。特定できないからこそのだるさなのかもしれない。それこそ妊娠中になんか気づいちゃって何回か、はい、転ばなくてよかった。いや、転びましたよ、でもそんなお腹からドーンとは言ってないですけどね。まあでもある程度の衝撃が来るじゃないですか。もう大丈夫っすよ、水で守られてるんすから。いや、まあそうは言うけどそうは言うけど気にしすぎですよ。ちょっと気にしなすぎなんですよ。そうかな。いいだ、実際ね、元気な赤ちゃん生まれてきてるからいいけどそう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 、嫌いじゃないですよ、こういうの全然。ただ、なんていうのかな、そのこういうものをこう自分で受けるにあたって、はい、こっちで時間取らないでって思っちゃうから。その嫌いじゃないけど、はいはいはい、やっぱ俺にとっては付け合わせなんですよね。まあまあ、わかりますけどね。まあ、だから最後にちょこっとあればいいかなぐらい。メインではないです、ね。メインではないですよね。ただ気持ちいいのはわかりますよ。多分あれですね、深刻さとかのもあるんでしょう。あ、そういうのがあると思います。もうここのはっきりあるんだから、そっちをメインにお願いしますよっていうね。そうそう、もらっていいですか、回路をやってもらってもいいですか。はい、よいしょ。あ、でも足ありがとうございます、なんかやってもらって。あ、なんか柔らかくなった気がする。なんか良くなった気がします、ありがとうございます。こっち、はい、はい、まず骨盤矯正します。はい、痩せますか。体重が落ちるとかそういうことはないと思いますけど、お腹周りっていうか引き締まりますか。そういうのは結構あって、はいはいはい、例えば内臓の位置が整うことによって動きが活性化されるとか、あとお通じ良くなるっていう方もいて、はい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 、あとは単純にその姿勢が良くなるというか、正しい姿勢にすることによって見かけ上美しくは見えますよね。はい、反対向きです。はい、まあ、なんか下っ腹が出ちゃって、はい、悩みの種なんですよ。でも出産後だったらね、そういうのは腰前です。体重とか増えました？減りました？結構増えました。
ましたよ。だからそれでまあほんで落ちた部分もあるんですけど、まだ戻ってない先生、はい、いや元がガリガリだから、5キロ落としたよ、ね、はい、あはい、ありがとうございます。今後は、はい、こっちに足を出して座ってください、はい、組まないとダメっていう人でも、はいはいはい、続けてると足組まなくても良くなったって言ったね。ああ、わかるわかる。なんか、なんですか、収まりがいいとか、あ、そうですね、真ん中に来てる感じがありますか。頭の後ろに手を組んで、はい、背中丸めるようにして前に倒します。後ろに下がってもらって、はい、足を伸ばして座ってください。
の人いるんですけど、はいはいはい、やっぱり、ね、骨盤とかだと、これじゃね、動き切らないと思う、うんうん、すごい、はい、いいです、ありがとうございました、はい、全身はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。